今日は空き家に関する無料相談会について相撲屋高橋の井出原さんにお越しいただきました。井出原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。総社市出身、高橋市在住、新人職員、相撲屋高橋推進課の井出原と申します。よろしくお願いします。はい、自身も相撲屋高橋の井出原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は空き家に関する無料相談会についてお知らせがあるんですよね。はい、今日は高橋川流域連携中枢都市圏事業として8月19日土曜日に開催する空き家に関する無料相談会についてお知らせします。夏休みに入り、お盆も近づいてきました。里帰りや親戚が集まるこの機会にぜひ話題にしていただきたいのが空き家、相続、登記についてです。そうですね、この時期は普段離れている家族が揃ったり、遠方から親戚が帰省されたり、家の将来について話し合ういい機会ですね。はい、では具体的にはどのような相談ができますか？はい、具体的な相談内容の例としましては、普段は住んでいないけれど時々風通しや草刈りをしている空き家について、もう管理が難しくなって今後どうしようかっていう相談であったり、相続登記について先代のそのまま引き継いで今後その空き家をどう活用していこうかっていう相談などが多くあります。また民法改正により令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。今では相続登記の免税措置も拡大されているため、ご検討いただければと思います。なんと今回の相談会では、このような相談に司法書士の先生であったり、不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士などの各専門家の方が対応してくださいます。はい、専門家の方に一度に相談できる滅多とない機会ですね。はい、ですがそうなると結構費用がかかりそうですが、いかがでしょうか？足立さん、その心配はいりません。費用はゼロ、無料なんです。また私たち職員も空き家情報バンクの相談も受け付けているので、何でもご相談ください。はい、無料で専門家の方に相談できるのはありがたいですね。はい、普段なかなか市役所に来られないという方にもぜひ来ていただきたいですね。そうですね、ぜひご利用いただきたいです。相談は予約制となっていますので、今画面に出てると思うんですけど、そちらの連絡先にお電話などでお申し込みください。その時に当日の相談内容を簡単にお伝えいただけるとありがたいです。なお、私たち相撲与高橋推進課では空き家の有効活用を通じて移住や定住の促進による地域の活性化を図っております。また空き家情報バンク制度や空き家の利活用についての業務も行っております。どんな些細なことでも構いませんし、ご不安なことなどお気軽にご相談ください。はい、今回は空き家に関する無料相談会についてお話しいただきました。井出原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんぜひお越しください。お待ちしております。消防庁から熱中症予防についてのお知らせです。エアコン、扇風機を適切に使いましょう。喉が渇いていなくてもこまめに水分補給しましょう。外出する際は帽子や日傘を上手に使って涼しい服装をしましょう。お年寄りや子どもは熱中症になりやすいので特に注意しましょう。熱中症の危険性が高くなると熱中症警戒アラートが発表されます。いつも以上に注意しましょう。応答がおかしいときはためらわずに119番通報しましょう。消防本部から私、キクちゃんがお知らせします。さて、夏休みも残り半分ということで、花火大会、バーベキュー、川や海、
プールでの水遊びなど家族や友達との予定がたくさんあると思いますが、思わぬ事故やトラブルがこの長期休みには潜んでいます。ということで今回は夏休みの過ごし方についてお話ししていきたいと思います。はじめに皆さんがご家庭で楽しまれる花火での事故についてです。花火での事故は毎年発生しており、令和4年だけでも全国で11件発生しています。その中には近くの枯れ草に燃え移って火事になったり、着ている服に着火して火傷を負ったりする事故などがあります。ここで花火をするときに注意することを5つ紹介していきます。1つ目、水の入ったバケツもしくはゴミ袋を必ず用意しましょう。2つ目、周りに燃えやすいものがないか確認しましょう。3つ目、花火を自分の体に近づけすぎないようにしましょう。4つ目、風の強い日は花火をするのを控えましょう。5つ目、打ち上げ花火をするときは火をつけた後5メートル以上離れましょう。花火は間違った使い方をすると怪我や事故につながります。花火を始める前は花火の袋に書いてある注意事項をよく読んで、子どもたちだけで遊ぶことがないように正しく使用しましょう。次に、夏休みの間に発生する事故で最も多く毎年必ず起きている水難事故についてお話ししていきます。まず川や海、プールで遊ぶときに注意することを紹介します。川や海に入る場合はライフジャケットを常に着用すること、遊泳禁止区域には絶対入らないこと、またプールには勢いよく飛び込まないこと、排水口に近づいたり触れたりしないこと、そして川、海、プール全てに共通することは足がつかないところにはなるべく行かないことです。子供だけで遊ぶようなことがないように、大人の方は子供から目を離さないようにしましょう。さて皆さん、浮いて待てはご存知ですか？浮いて待てとは、衣服と靴を身につけた状態で水の中で行う身のこなしのことです。全国統計によると約9割が服を着た状態で事故に遭っています。万が一水の事故に遭った時、命を守るために必要なのは泳ぐことではなく、浮きながら呼吸を確保しつつ助けを待つことです。こちらのイラストをご覧ください。水に落ちた時、人間の体のうち水面に出すことができるのは 2% だけです。その 2% とは両手の手のひらもしくは顔の面積にあたります。119番通報した後、救助隊が現地に着くまでに多くの方が水の中に沈んでしまっています。少しでも長く背浮きで浮いていることで生還率はぐっと上がります。ここで水難事故に遭った時の手順をお伝えします。1、溺れた人は背浮きをすること。靴を履かず水着を着て溺れた時は両手を広げて頭上に伸ばすとバランスが取れて浮かびやすくなります。靴を履いて服を着たまま溺れた時は両手を真横か斜め下に伸ばし足を開いてください。2、119番通報をすること。一刻も早く救助隊を呼ぶことが大切です。この時注意していただきたいのは、溺れている人を見失わないことです。決して一人で何とかしようとせず、多くの人に声をかけて協力を依頼してください。3、身の回りの浮くものを投げること。投げる人は近くにあるものの中から浮きやすいものを見つけ出し、溺れている人に声をかけながら投げてください。楽しい夏休みを事故なく過ごせるように、夏休みの過ごし方を今一度確認してみてください。最後に、まだまだ暑い日は続きますが、熱中症にはくれぐれも気をつけてください。以上、消防本部から私、キクちゃんがお知らせしました。来月もお楽しみに。
福祉課からお知らせです。令和5年8月19日土曜日午前10時から高梁市総合福祉センターで令和5年度第1回権利擁護ミニ講座を開催します。講師に高梁ひまわり基金法律事務所所長の水谷博弁護士をお招きし、お金にまつわる法律知識と題して、お金の貸し借りや債権整理などお金に関する問題について知っておきたい知識と法律についてお話しいただきます。事前申し込みは不要で、どなたでもご参加いただけます。お問い合わせは福祉課0866-210265、または高梁市権利擁護センター0866-560063までお願いします。私は馬町高梁市動画 CM コンテスト作品募集のお知らせです。市の魅力を知ってもらうことや愛着を持ってもらうことを目的として、市内外に PR できる高梁市の動画 CM を募集します。応募期間は7月3日月曜日から12月20日水曜日までで、テーマは市のブランドメッセージ、私合う町高梁市です。プロアマチュア問わず、どなたでもご応募いただけます。応募方法は市ウェブサイトをご覧いただくか、秘書企画課電話 0866-210-0210までお問い合わせください。グランプリには賞金10万円。皆さんからのご応募お待ちしています。楽しく学べる年金のこと。この番組では難しく考えがちな年金にまつわるさまざまなことについて、楽しくそして分かりやすくお伝えしていきたいと思います。今回は高梁年金事務所から井上さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今回は老後の生活にかかる費用の面に注目して、公的年金制度の果たしている役割についてお話ししたいと思います。さて原田さん、はい、早速クイズです。突然ですね。はい、老後の生活を賄うには2000万円の貯蓄が必要である、丸か×でお答えください。はい、井上さん、確か以前にこう老後の生活には2000万円の貯蓄が必要という報道、まあ、ニュースとかで聞いたことがあるような気がするんですけれど、そうですね、2000万円、ここは×でどうでしょうか。はい、正解は三角です丸か×でっておっしゃいましたよね。三角ってどういうことですか。はい、数年前金融庁の作成した報告書が元で、老後2000万円問題として話題になりましたね。はい、しかし老後の生活にかかる費用は人それぞれですし、受け取る年金額やいつまで長生きするかによっても大きな影響を受けますので、必要な貯蓄額は一概に言えるものではありません。ただ老後の生活には2000万円の貯蓄が必要という話も全く根拠がないものではありません。シンプルな例でお話ししましょう。はい、65歳以上の夫婦2人世帯がいるとします。夫婦の片方は厚生年金をかけていて、もう片方は国民年金をかけていたとします。この夫婦が受け取る年金額は2人合わせて月額20万2000円が平均とされています。一方、総務省の作成した家計調査報告によると、65歳以上の無職の夫婦2人世帯の平均支出は25万7000円と言われています。ここで支出から年金収入を引くと月額でマイナス5万5000円となります。はい、マイナスということは赤字ですね。はい、このマイナス5万5000円を12倍すると12ヶ月分、つまり1年で66万円のマイナスとなります。そして65歳からの老後の期間が仮に95歳までの30年間続くとすると、
66万円の30倍で1980万円、つまり世帯で約2000万円のマイナスとなります。このマイナスを補うために2000万円の貯蓄が必要と言われていたのが、いわゆる老後2000万円問題ですね。なるほど、2000万円の話はそういうことだったんですね。もうとにかく老後の生活にもお金がかかりそうという感じですね。そうですね。もちろんこれは平均寿命を大きく超えた95歳という年齢設定や生活水準などを極端に単純化したケースです。実際の金額はいつまで長生きするのかや世帯構成など様々な要素によって左右されますので、老後の生活を賄うにはどのくらいの金額が必要かという疑問にはっきりした答えはありません。しかしたくさんのお金がかかるという点はイメージとして持っていただけたのではないでしょうか。はい、皆さん老後の生活について心配されているんじゃないですかね。そうだと思います。では次に、高齢者の収入源のうち年金がどれくらいの割合を占めているかということを見ていきましょう。こちらのグラフをご覧ください。これは高齢者世帯のうち年金だけで生活している人がどれくらいの割合でいるかということを表しています。 48.4%、 約半数の方が公的年金のみを収入源として生活されているという結果です。続いてこちらのグラフをご覧ください。これは高齢者世帯の年間平均所得に占める年金の割合を表したものです。年収のうち約6割が年金による所得となっています。残りの4割は働いて得た所得や土地、建物、有価証券などの運用による所得、仕送り、企業年金、個人年金などがあるようです。はい、2つのグラフを見てみると、高齢者世帯の約半数が年金のみで生活していて、それ以外の世帯でも所得のうちの6割を年金が占めているということですね。これは公的年金が高齢者世帯の生活にとって大変重要だということが分かりますね。そうですね。個人年金や資産運用など他の収入源がある場合もありますが、高齢者の生活を支える上で公的年金制度が大きな役割を果たしていると言えます。貯蓄や個人年金ももちろん大事ですが、まずはご自身が現役世代のうちにしっかりと年金をかけていくことが大切ですね。はい、おっしゃる通りですね。皆さん、年金の手続きや保険料の納付を忘れないようにしましょう。ところで井上さん、年金で暮らす高齢者の方を支援する給付金があると聞いたんですが、これどのようなものなんでしょうか。はい、年金生活者支援給付金のことですね。これは公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の受給者の生活を支援するための制度で、支給要件に該当する方が申請すると年金に上乗せして給付金が受け取れます。はい、井上さん、この給付金なんですが、どのような方が対象なんでしょうか。はい、65歳以上で老齢基礎年金を受け取られている方については、請求される方の世帯全員の市民税が非課税であり、かつ請求される方の前年の年金収入とその他の所得の合計が88万1200円以下の場合に年金生活者支援給付金の対象となります。また18歳未満のお子さんがいらっしゃる遺族基礎年金や障害基礎年金を受け取られている方については、前年の所得が472万1000円以下の場合に年金生活者支援給付金の対象となります。詳しい支給要件や請求方法は年金事務所にお問い合わせください。はい、現在年金をお受け取りの方はご自身が対象に当てはまるかどうか一度確認をしてみてください。井上さん、それでは最後に年金事務所からのお知らせですね、何でしょうか。はい、年金事務所では年金の予約相談を実施しております。ご予約いただくと
お客様のご都合に合わせてスムーズに相談でき、相談内容に合わせてスタッフが事前に準備の上、丁寧に対応します。ぜひご利用ください。高橋年金事務所は高橋郵便局の斜め向かいです。お車でお越しの場合は駐車場もありますのでご利用ください。また日本年金機構ではインターネットを活用して将来の年金額の見込みを試算できたり、現在の年金記録の確認などができる年金ネットを運用しています。年金ネットはご自宅のパソコンやスマートフォンからご自身の加入記録を確認したり、年金見込み額の試算をしたり、各種通知書の確認や再交付申請ができます。年金ネットをご利用いただくにはスマートフォンの読み取り機能を使い、マイナンバーカードを利用してマイナポータルを経由した登録が便利です。マイナポータルへログインした後、年金ネットにつなげることで初回登録が完了します。またマイナンバーカードをお持ちでない方も年金ネットをご利用いただけます。はい、ぜひ皆さんご利用ください。井上さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。以上、楽しく学べる年金のことでした。高橋市歴史美術館からお知らせです。9月16日から特別展石村義成展色をまとう動物たちを開催します。石村さんは愛媛県出身の画家で、動物をモチーフにした色鮮やかな版画やアクリル画作品を生み出し、国内外で高く評価されています。高橋市での展示は5年ぶり2度目で、前回の展示は好評を博し、市内外から多くの方が訪れました。現在、お得な前売り券を販売しています。一般700円、65歳以上、高校生、大学生500円で、9月15日までローソンチケット、チケットピア、文化交流館窓口で販売しています。なお、中学生以下の方は無料でご入場いただけます。お問い合わせは高橋市歴史美術館、電話 0866-21-0180 までお願いします。皆様のご来館を心よりお待ちしております。日々の介護から少し離れてリフレッシュしませんか？地域包括支援センターから家族介護者交流事業参加者募集のお知らせです。対象は40歳以上の要介護者を在宅で介護されている家族の方です。要介護者と介護者のうちどちらかが市内在住であればご参加いただけます。開催日時は8月30日水曜日午前10時30分から午後1時30分で、内容はおしゃべりなどをしながら爪や指先などのケアを行う福祉ネイル、参加者交流会、食事会です。会場は公共の宿高原荘で、会場までは市役所からの送迎もあります。参加費は食事代の2200円です。参加希望の方は担当のケアマネジャー、または地域包括支援センター、電話 0866-21-0300 までお申し込みください。締め切りは8月22日火曜日です。女性の方だけでなく男性の皆さんもぜひご参加ください。お待ちしています。高橋市の近藤貴則です。高橋では安心して子どもが生まれ育つことができる町を目指し、さまざまな取り組みを進めています。令和4年9月にベビーファースト運動への参画を表明し、これを進めるために令和5年度は新たに国の施策である出産・子育て応援ギフト交付事業の上乗せ分として、市独自で5万円を追加で支給する高橋子育て応援給付金事業、
また市の子育て支援サービス6つの事業を1回分無料もしくは定額で利用いただける子育て応援チケット事業に加え、保育園などの0から2歳児クラスへ紙おむつを支給する紙おむつ支給事業などを実施しています。今後も子育て家庭をしっかりサポートし、未来を担う子どもたちを育み、子育てするなら高橋と思っていただけるさまざまな施策を強力に推進していきたいと考えています。そして高橋では子ども家庭庁が推進する子どもたちのために何が最も良いことかを常に考え、子どもたちが健やかで幸せに成長できるような社会を実現するという子ども真ん中の趣旨に賛同し、子ども真ん中応援サポーターとして活動していくことをここに宣言します。今後子どもが笑顔で健やかに育っていくことを目指し、子どもや子育てを応援する取り組みをさらに進めていきます。事業者や市民の皆さんにおかれましても、子ども真ん中の趣旨にご賛同いただき、子ども真ん中社会の実現に向けて共に取り組みを進めていきましょう。子ども真ん中。健やかスマイル。お誕生日を迎えたお子さんをご紹介します。上谷町の佐藤ゆずきちゃん、5歳のお誕生日おめでとう。朝日町の吉井さんとちゃん、6歳のお誕生日おめでとう。成和町成和の片岡あおちゃん、2歳のお誕生日おめでとう。高倉町大瀬尾長の石村ゆめちゃん、5歳のお誕生日おめでとう。成和町星原の森田俊也ちゃん、1歳のお誕生日おめでとう。下谷町の横田夏希ちゃん、3歳のお誕生日おめでとう。中井町西方の西村智明ちゃん、5歳のお誕生日おめでとう。落合町近則の藤井陸人ちゃん、1歳のお誕生日おめでとう。落合町阿部の山川紗尾ちゃん、2歳のお誕生日おめでとう。玉川町多摩の堀美月ちゃん、2歳のお誕生日おめでとう。玉川町多摩の栗原のどかちゃん、3歳のお誕生日おめでとう。中井町西方の野村凛ちゃん、4歳のお誕生日おめでとう。成和町成和の竹上優希ちゃん、2歳のお誕生日おめでとう。広報高橋と高橋市行政放送では、1歳から6歳のお誕生日を迎えるお子さんの写真を募集しています。応募について詳しくは高橋市ウェブサイト、または広報高橋市民のページをご覧ください。お問い合わせは秘書企画課、電話0866-21-0210までお願いします。